この動画には以上の要素が含まれています。ご理解の上視聴してくださいね。はい、毎度ゆっくり霊夢よ。毎度どうも、ゆっくりさないです。バイキングのつばいです。解説役の達也です。前回新しく山を探しに旅に出たところから続きです。さて、あとはここにポタを置いて。あら、名前はつけてないのに。ポント拠点に7市のポータルを置いてきたんですよね。で、一応前回から北に進んだところに山を見つけました。ああ、小さい川があったくらいなのね。では、荷物を持って船でぐるっと来る感じです。そっすねー、一応海の地図上にも繋がりますし。大体このくらいの距離か。特に採取とかせずに歩くだけなら割と早かったですね。トロル装備でスピード低下がないってのも大きいわね。お出かけ前に何か作るか試案中です。剣はスキル上げてないし、作るならヤリかフロスナーだけど。ヤリには特に属性ついてないもんねー。とりあえず間違いない鎧を強化しておきますか。最終強化までいけました。狼の皮が残り心もとないわねー。あとは鉄の斧でも強化して、ついでに槍も最大強化しちゃえという感じでやってたら、結局盾を変えるのをすっかり忘れていたつばいさんでした。そんなわけで船旅再開。目的地は見つけた山までだから、ちょっと迂回ルートで行きましょうか。ふう大荷物ねー。船を解体してその材料もありますからね。あ、こりゃダメだ、スタミナが持たない。ボタで移動できない荷物はひとまずチェストに置いて、残りは一旦置きに行きます。動きにくそうだもんねー。ただいま。荷物を少し置いて、休憩を。さて、もっかい行くべ。そんなこんなで見つけた山に来ましたが、思ったより、低い。話を聞くに、あの砦って高い山にしかないのよねー。そうなんすよね。あればいいんすけど。ドレイクとかがいるし、卵もあるんで決して小さいってことじゃないんすけどねー。
そこは運次第だから。運ですか。そこでこっちを見るのはやめてくれないかな。おっと、またお客さんが多いな。ああ、あそこに卵あるから守ってるわけね。4体もいますよ。1体ずつ潰したいんすけどね。まず1体外したか。2体目。3体目、次で終わりか。やれやれ。しかし、卵はこんな場所で拾うと動けないしな。一応チェックだけしておこう。確か雪山の山小屋に3個くらい持ってきてるもんね。これがボス召喚用だとすると何個必要でしょうかね。200の重量っすよ。そんなアホみたいなことにはないとは言い切れないのよねー。相変わらずコインとかか。この山小屋がこの山で唯一の建物かしらねー。小屋の手をなしてないですけどね。結局この山ではこの朽ちた山小屋くらいで収穫はありませんでした。そんなわけでまた船旅であてもなくブラブラ。よくわからない生物の島はあったけど、探すと山ってないもんすな。バイバイ。その後またすぐに見つけたんだけどね。なんでしょうね。しかも奥にもう一つありませんか。こいつら固まって湧く習性なんすかね。お、全部掘れたの初めてだ。いてて。合計3匹分を掘ったので基金が大量ですね。で、あてもなく北に漕いでたのでどこすかねー、ここ。まあ、最悪海図見ながらのんびり戻りましょうよ。なんか平地って場所に来ましたぜ。あら、新しいバイオームなのね。なんか正面に赤いのも見えますけど。なんでしょうなー。波が高い。ああ、火だったか。火。つまりなんか生き物がいるってことね。ああ、ゴブリンっぽいのがいますね。あ、船攻撃されて、いって。船を取りになんとか脱出。ナイスだけど、あれは壊されるわね。チューリングって敵みたいですね。よし、安川で死ぬ。ああ、船が。こいつらの集落だったわけか。この場所何がまずいって海面が結構上がってくることっすね。なんか投石してるやついるし。何？ジャスガじゃないとダメっぽいわねー。く、
死にたくなって安全策に出てるな。あ、小屋やべえ。さっきのやつよりもしかして強い？段差のおかげで微妙に攻撃が当たらねえ。これは大骨くんのパワーを使おう。これでジャスがしなくても 0.1 で済みましたね。暗闇でわかりにくいんだよな。遠征と足場とかいろいろ合わさってか動きが悪いわよ。死にたくないという気持ちがとても伝わりますね。足場がまずい。ふん。さて、どうしたもんか。ひとまず一夜明けて、沈んだ船の残骸も一部回収。とりあえず、これで戻れ。あれ？ああ、奴らのドロップが金属なのか。そうみたいですね。これが次の装備素材なんでしょうか。そうかもしんねえすけど、まあ今度ですな。やれやれ、せっかくにスタックあった基金も半分以上持って帰れなかった。まあ、生きてただけマシよ。それにしても平気ですか。名前からは平和そうな雰囲気ですけどね。いやはや盾を作り忘れたのがこんな痛手になるとは。防げるか防げないか微妙なラインだったものね。今回はどのデザインにします？鎧がこの色合いですしな。安定タクの白黒ね。よし、こんなもんだろう。ついでに狼ケープも強化ですね。案の定皮が足りない。背中に立て背負うとなかなかいいデザインじゃない。金っぽい色でまとめられてます。いい感じです。なんかいつの間にか、この部屋もごちゃっとしたわねー。いやー、ベッドの置き場に悩んじゃって。さすがにど真ん中はどうなのよ。ちなみに今回の船旅はこんなルートでした。シンプルに北に行ってたんすよねー。で、次はどこに探しに行く？決めてるの？ああ、それなんすけど、この長老島にも山があったなと。そんなこんなで長老を倒した場所から北西に。俺が気づいた場所はかなり小さかったんすけど、こんなのが奥にあるとは。確かにそこだとかなり狭いわね。まあ、探索しがいがあってよかったじゃないですか。そんなわけで登りますかね。結構岩が積み重なってる感じの場所ねー。ん？あれは、砦ですかね。おお、俺が見てきたやつより立派だ。8個くらいは見たけど、全部朽ちて半壊してたものねー。いや、でもこれも近づくとボロいか。あい。ドラウグルトは？今までは、山もすべてスケルトンの砦でしたもんね。おお、来た来た来た。カットしてるけど、ここまでかなりの時間かかったから嬉しさもまた違うわね。モデルってのが次の目標みたいですね。それはいいんすけど、遠い、遠くないすか？はぁ、こりゃかなりの船旅になるわね。ひとまず今の装備は全部強化して万全で挑みましょうか。うっす、また船も作らないといけないっすしね。
なんだ、上にも何もないか。しかし、ここは今までよりもでかい山ねー。早めにここが見つかってよかったですね。まったくですぜ。長老倒したところから歩いてきたくらいで助かりやした。まあ、ひとまず商人拠点に戻って装備強化っすね。といったところで、今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。またねー。